HPOfficeJetPro91109110E91209120E91309130E オールインワンプリンターシリーズの紙詰まりを解消する方法印刷ジョブの途中で用紙送りが停止する場合やコントロールパネルに紙詰まりのエラーメッセージが表示された場合は紙詰まりが発生している可能性があります。 次の手順に従って問題を解決してください。各手順を終えるたびに、プリンターで印刷を試してください。引き続き同じエラーが発生する場合は、次のステップに進んでください。ステップ 1: 印刷ゾーンの紙詰まりを取り除く。正面ドアを開きます。カートリッジのアクセスドアを開きます。プリンターの内部を調べて、 見つかった用紙をすべて取り除きます。インクホルダーをゆっくりと左右に動かし、印刷領域に紙詰まりがないか調べます。用紙経路カバーのハンドルを持ち上げて、カバーを取り外します。プリンター内部に紙詰まりがないかを確認します。用紙を両手でつかみ、手前に引き出します。中 紙詰まりを防ぐため、ローラーとホイールに紙切れが残っていないか確認します。紙切れや汚れはすべて取り除きます。用紙経路カバーを、所定の位置でカチッと音がするまで挿入します。カートリッジアクセスドアを閉じます。正面ドアを閉じます。ステップ2給紙トレイの紙詰まりを取り除く。 廃紙トレイの両側にある2つのボタンを押したまま、廃紙トレイをプリンターから取り出します。給紙トレイをプリンターから引き出して取り外します。プリンターテーブルの給紙トレイ領域を調べます。紙詰まりがあれば取り除きます。カチッとはまる位置まで給紙トレイを押し込み、プリンターにセットします。 排紙トレイをプリンターにセットします。HP OfficeJet Pro 9130シリーズの場合は、2番目の用紙トレイも確認します。このモデルの場合、2番目のトレイをプリンターから完全に引き出します。トレイを取り除いた後、プリンター内の領域を確認し、詰まった用紙が見つかった場合は取り除きます。2番目のトレイをプリンターにセットします。 プリンターの背面にある後部アクセスドアのタブを押してドアを開きます。紙詰まりがあれば取り除きます。後部アクセスドアを閉じます。ステップ3ドキュメントフィーダーの紙詰まりを取り除く自動文書フィーダー、ADF、搭載のプリンターモデルの場合、ドキュメントフィーダーのカバーを持ち上げます。ローラーの紙詰まりを取り除きます。 カチッと音がするまで、ドキュメントフィーダーのカバーを閉じます。ドキュメントフィーダーのトレイを持ち上げます。トレイ下の紙詰まりを取り除きます。ドキュメントフィーダーのトレイを閉じます。ステップ4用紙フィードローラーをクリーニングするほこ,こり、用紙の繊維、その他の切れ端が用紙送りローラーに付着していると、 紙詰まりや給死の問題の原因となります。紙詰まりの発生を防ぐため、ローラーをクリーニングします。次の道具を用意します。糸くずの出ない布、または綿棒、蒸留水、ろ過水、またはペットボトル水、プリンターの電源を切ります。電源コードを抜き、その他のケーブルを取り外します。布を蒸留水、または、ろ過水で軽く湿らせます。 布を絞り、余分な水分を取ります。廃紙トレイを取り外します。給紙トレイを引き出します。メイントレイを引き出してから、プリンターをゆっくりと後ろに60度傾けます。プリンターのベースにアクセスします。ローラーを布でそっと拭いてクリーニングします。ローラーを回して、ローラーの表面全体をクリーニングします。ローラーが完全に乾くまで10分ほど待ちます。 給紙トレイを元に戻します。廃紙トレイを元に戻します。自動文書フィーダー、ADF、搭載のプリンターモデルの場合、ドキュメントフィーダーのカバーを持ち上げます。ドキュメントフィーダーのトレイから用紙をすべて取り除きます。乾いた布を蒸留水で軽く湿らせます。布を絞り、余分な水分を取ります。 前と同じ方方法で両方をクリーニングします。ローラーとセパレーターパッドを布で拭き取ります中蒸留水でローラーの表面がきれいにならない場合は少量のイソプロピルアルコールを代わりに使用できますローラーが完全に乾くまで10分ほど待ちますドキュメントフィーダーのカバーを下げます ステップ5プリンターをリセットするプリンターの電源を切らずにプリンターから電源コードを取り外します電源から電源コードを抜きます60秒待ちます電源コードをコンセントとプリンターに接続します中プリンターをコンセントに直接接続することをおすすめしますプリンターの電源を入れてリセットを完了します HP サポートの YouTube チャンネルには他にも役に立つ動画を多数用意しています。